さんこんにちは。東京都練馬区にありますパワーリフティングジム TXP の武田です。愛知県岡崎市で開催されるジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会まで残り2週間を切りました。皆様トレーニングの調子はいかがでしょうか。私はですね、自身 の設定したピーキングプログラムを、予定通りこなせていて、残り2週間試合に向けてしっかり調整を進めていったり、体調を崩さないようにっていうことを意識しております。はい、で本日の動画ではですね、大会に向けた調整とかそういうのではなくて、大会で意識していただきたい2つのポイントっていうのがあるので、こちらを見ていただいて残りの大会までの期間少しでも参考にしていただければと思いますので、よかったら見てみてください。まず1点目なんですけど、とにかくですね、第1位の成功率を上げるっていうことを意識してこの残りの期間を取り組んでください。第3試技もちろんすごく大事なんですけど、第1試技で失敗してしまうと、その日のやっぱりもうメンタルも崩れてしまいますし、悪い動きしてしまうとですね、ちょっとライバル選手とかに、あの選手ちょっときついなってちょっと見られちゃうんですね。なのでとにかく第1試技の成功率を高めることってめちゃくちゃ大事です。で、第1試技って結構皆さん攻めるんですけど、正直ですね、あんまり第1試技ってみんな覚えてないんですよ。例えばなんですけど、去年の大会の第1試技が何キロだったから、今年の大会はそれよりもちょっと重くしようとか、もう全然必要ないと思うんですね、そういうこと。第3試技で何キロ取ったかっていうのがすごく大事なことなので、2年前、私が愛知県岡崎市じゃねえや、失礼しました、沖縄でですね、スクワットの日本記録で320キロちょっと挑戦させていただいて、一応成功させていただいたんですけど、その時の第一試技って多分皆さん覚えてないと思うんですね。めちゃくちゃパワーリフティングファンの人とかだったら覚えてるかもしれないんですけど、一応正解としては285キロやりました。285、305、325、あ、320ってやったんですけど、僕の第一試技そんな覚えてる人っていないんですね。終わっちゃえば正直第一なんでそんな覚えてないので、そんなに自分の中でルール化する必要は全くなくて、第三試技の成功率を高めるための第一試技なんで、第一試技っていうのはもう本当にそういって確実に取れる範囲、もうすごくしっかりしゃがんで審判の方から、あ、この選手大丈夫だな、深さ OK だなみたいに見てもらえるぐらい心に余裕があるような動きできる試技の方が、第2第3の成功率につながるので、本当にホップステップジャンプなので、ホップミスっちゃうともうステップジャンプできないですから、はい、もう本当にこう軽やかに第3試技に行けるような第1試技の設定の重量と、ここから大会に向けてしっかり第1試技の成功率を上げる調整をしていくといいと思います。で、2点目が、結局これに直結しちゃうんですけど、第1試技の成功率を上げるために大事なことは、適切なウォーミングアップの仕方も大事なんですね。要するに試合の時っていうのは自分の好きなタイミングではやっぱアップあんまできないんですよ。めちゃめちゃ混んでるアップ上でもう自分の番が来るから回していくっていう形になるので、どれだけですね、その第1試技もうバーベルを握る前にどれだけ体を温められるかとか、そのバーベルを使ってウォーミングアップしてる時に普段よりもしっかりこう体を温めるやり方を考えるかとか、僕なんかはそういう時にスクワットだとストップスクワット、ボトムで止めて股関節しっかり温めたりとか、ベンチプレスでしたら、今回は長止めっていうベンチの胸の上でちょっと長く止めるとか、今回はスリングショットも使おうと思ってます。で、デッドリフトに関してはスクワットベンチでも十分温まってるので、逆に疲れないようにしようとか、そういう形でですね、大会で成功するためのウォーミングアッププランっていうのをちょっとこの大会までの間ちょっとこう組み直してみたり考察し直してみると、大会の時めちゃくちゃ試技の成功率が上がるので、これよかったらちょっと参考にしてみてください。大会皆さんですね、本当に素晴らしい成績が残せるようにみんなで岡崎行きたいと思います。最後なんかまとまらないんですけど、こんな感じで少しでも最初に言ったこの2点参考にしていただければと思いますので、ぜひ見てみてちょっと参考にしてみてください。で、一応今ですね、大会の調整としてはスクワットベンチデッド、スクワットが270、ベンチが198、デッドリフトが280まで仕上がってますので、最後にその様子を見てみてください。
までご視聴誠にありがとうございます。最後にですね、 TXP で開催するパワーリフティングセミナーの告知をさせていただきます。2020年3月14日土曜日、パワーリフティングに初めて出場する方を対象としたチュートリアルセミナー、無料セミナーを開催させていただきます。試合に出るにあたってですね、どのようなことをしたらいいのか、どのような準備をしたらいいのか、あとはですね、会場に着いたとき、どのような流れで試合がこう進んでいくのかなどを、簡単にちょっと、ご説明させていただく、初心者の方に向けたセミナーとなります。30名様限定でですね、無料のセミナーとなっておりますので、よろしかったら下の概要欄の方から、詳細と申し込みについてご確認ください。講師は私、武田が務めさせていただきます。あとですね、一級審判の物江審判員もご協力いただけるということですので、試合に向けて皆様の不安を少しでも解消できればと思いますので、多くのご参加をお待ちしております。それでは本日の動画がですね、少しでも参考になった、モチベーションアップにつながったなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今後とも TXP の YouTube をよろしくお願いいたします。